ハニュー・ユズルの優れた礼儀正しさと誠実さに賞賛の声相次ぐ。フィギュアスケートのスーパースターであり、日本の誇りであるハニュー・ユズル選手に対し、中国のファンから賞賛の声が続々と寄せられている。彼の人格と真摯な姿勢に対して、感動と賞賛のコメントが SNS や各種メディアに溢れている。ハブ選手は2014年のソチゴリンのエキシビションで、バイオリニストの川井育子さんが作曲した。 ホワイトレジェンドを使用して演技を披露しました。この曲は白鳥の湖をモチーフにしており、ハブ選手の優美なスケーティングと見事な演技によって、観客は感動の渦に巻き込まれたのです。河合さんは5月31日にテレビ朝日系で放送された、鉄子の部屋に出演し、ハブ選手がこの曲を使うことを事前に知らせてくれたことに感謝の意を表しました。ハブ選手から直筆の手紙を受け取ったことも明かし、 もう過報です。いろいろ書いてくださっていました。この曲に出会えて幸せですとか、ある意味この曲は自分の原点ですって書いてくださっていましたと、感動の思いを語りました。ハブ選手の演技を通じて河江さんのことを知り、演奏会に来てくれる人もいると聞いた河江さんは、本当にありがたいですと感謝の言葉を述べました。これらのエピソードを知った中国のファンからは、ハブ選手は事前に曲の仕様を伝えていたんだね。 優しくて善良なゆずくん。素養百点。ゆずは本当に誠実だね。こんなに素晴らしい人なかなかいないよ。ハブの完璧な人格がまた極地に達した。天使。もう彼は天使でしょうといった賞賛のコメントが寄せられています。特に、ハブは本当に礼儀正しい。相手へのリスペクトも忘れない。彼は毎回、作曲者に連絡して同意を得ているんだ。本当に他者への尊重を忘れない人だ。 口だけの人もいるのに、ゆずはきちんと行動で示す。彼の細かい心配りが人々の心を温めてくれる手紙というのが良い。私は手紙が一番誠意のある伝え方だと思うといったコメントが多く見受けられます。一方で、中国メディアではハブ選手が持つ相手への尊重と礼儀正しさが彼の中国での人気に影響していると指摘しています。 ハブ選手が試合中に中国の選手が間違ってしまった国旗を直してあげたエピソードなど、彼の人間性が中国のファンにとって特別な魅力であることが伺えます。ハニュー・ユズル選手は、世界的にも類稀なるスケーティング技術を持ちながら、謙虚で真摯な姿勢を貫く人物として多くの人々から愛されています。彼のファンは日本国内にとどまらず、世界各国に拡大し続けています。 今後もハブ選手の活躍と人間性に注目が集まることは間違いありません。